で、この3名の選手は、お子さんがいるということで、お子さん選手ということで、本日お集まりいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小学1年生の時、すごいサッカーが流行ってて、うん、で、周りの子、うまい子いたんで、うん、僕が一番になりたいなと思って、うん、サッカー習いたいって、お父さんお母さんに言いました。なるほど。はい、はい、本日も始まりました、光レンタ TV 夢しか叶わない。メイン MC の光レンタ株式会社、井口道夫です。本日もアシスタント MC として、サイバージャパンダンサーズの千秋さんと一緒に番組を進行していきます。千秋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。サイバージャパンダンサーズの千秋です。よろしくお願いします。この番組、光レンタ TV 夢しか叶わないは、夢を叶えた方々を中心にゲストをお招きし、根掘り葉掘りその方の夢の叶え方や夢への理論、体験談などをお伺いしていきます。それでは早速、今回のゲストをご紹介します。光レンタ社もスポンサーをされております、東京ヴェルディより3名の選手にお越しいただきました。小池純喜選手、平智弘選手、そして花と陳選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この3名の選手は、お子さんがいるということで、お子さん選手ということで本日お集まりいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、夢しか叶わないっていうのは、子供たちに夢を持ってもらいたいっていうのがあると思います。まあ子供たちっていうか、みんな子供だったんで。そうですね。うん、だ、子供の頃だったらみんな夢をこう抱くじゃないですか。はい、で、だんだん大人になってくると、この夢がなんか現実離れしてくる。でも本当はなんかこう夢をさえ持ってれば、それに近づこうと思えば、なんかもっと希望が持てるんじゃないか。まあなんせね、未来は希望しかないの。はい。そういったことをちょっと伝えていきたいな。もういつでもリセット効くと思うんですよ。そういうことが、まあメインのものですね。うん。てか俺も夢しか見、未だに55歳ですけど、夢しか語らないので、ちょっとアホなおっさんになると思うんですけど、はい。そうですね。まあ、簡単に自己紹介、小池さんの方から、はい、もうベテランの小池さん。そうですね、ベテランです。昨年も出させていただいたんですけど、ね、東京ヴェルディ、背番号19番の小池純喜です。私はチームの最年長になったので、うん、いろんな形で、うん、あるっていうのは大げさですけど、うん、一緒にやっていければいいなと思います。うん、よろしくお願いします。はい、じゃあ、はいはい、東京ヴェルディ5番の平智弘です。今年で32になります。ヴェルディは7年目になります。今年キャプテンという立場で、うん、はい、チームを引っ張っていければいいなって思ってます。お願いします。お願いします。じゃあ、背番号11番の花子です。まあ、ようやく最近リハビリから復帰できたので、うん、おめでとうございます。ここからまた試合に出て活躍できるように頑張りたいなというところです。うん、はい。小池さんは以前も夢しか叶わない出ていただいたんですけど、はい、数々いろいろお伺いさせてもらいました。はい、まずはね、初めて出られるお二方にちょっと聞きたいところなんですけど、どうですか。サッカーを始めたきっかけ。あ、もう一回言ったんですか。いや、緊張してるかなと思って。そうそう。ガンガンかな。ガンガンいきますね。ガンガン。前回結構子供の頃から喋っていただいたんで。あ、そうなんですか。はい。もう本当にきっかけっていうのがもしあったら。きっかけは小学1年生の時、すごいサッカーが流行ってて。うん、で、周りの子、うまい子いたんで。うん、僕が一番になりたいなと思って、うん、サッカー習いたいってお父さんお母さんに言いました。なるほど。はい、見に行ったりもしたんですか。そのなんかサークル2チーム見に行って、うん、で友達、同じ小学校の友達が一つのチームでやってたので、うん、一緒に、なるほど、そのチームでやろうかなって思って。はい、どうですか。僕は、まあ、友達に誘われて、なるほど、で自分からこうサッカーチームに入りたいとかはなかったんですけど、連れてってもらってっていうのがきっかけです。はあ、じゃあ小池さん短く長くなりそうなんだまあ親が入れてくれた感じですね。そうですよね。はい、なんかもう素質が小さい頃から短いっすね。チラシがあったの。チラシが入ってたので。そう。昨年に引き続き平選手はキャプテンということで、先ほどのお話があったんですけど、
こうキャプテンに就任された時のお気持ち、どういう思いですか？キャプテンという立場はなかなか、自分としてはすごい大きな役割だと思っていて、今までそういう立場でサッカーやったことなかったので、で今年もそういう役目を、もらって身を引き締まる。今年 の, あのチームの雰囲気は平選手なのでどんな感じですか？今年のチームはあの大学を卒業してすぐの新加入選手が多くて、はい、まあ、すごいフィジカルの強い選手と、今までいるチームの選手は特に技術のある選手が多いので、まあ、そこのこう交わりというか融合していって、今とてもいいサッカーができてるなと。今年ってこうなんか、ご自身守りの要じゃないですか、はい、でなんかこうそういうフォーメーションとかそんなかなんか違ってることとかってあるんですか？いや、フォーメーション自体はそんな変わってないんですけど、うん、やっぱ一人一人の意識の違いというか、うん、本当に一人一人が本当にチームのために全力を尽くすっていう姿勢で毎試合毎試合取り組んでるのが結果に繋がってるのかなと。最終ラインがずーっとこう前に上がってるイメージがあるんですけど、あれは不安ないんですか？はい、あります。不安あります。まあ、攻撃的っていうところでそういうようなものを取られてると思うんですけど。そうですね。まあ、後ろにキーパーもいるんで。なるほど、まあ。そのキーパーの選手が出てくれるのを信じて。あ、なるほど。まあ、しっかりライン上げてる。あの、見てる方がハラハラする。でもあれでやっぱ点数に絡んでるっていうのは大きいと思うんで、はい、どん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 アグレッシブにやってもらいたいなと思います。はい、そうですね。はい。続いて、あの花と選手にあのお伺いしたいんですけれども、フォワードというあのポジションを務められているということで、かなりいろいろなプレッシャーだったり求められることが多いと思うんですけど、そのプレッシャーにこう打ち勝つために何か気をつけていることだったりすることありますか？めちゃくちゃ天然なんで、その必要ないかもしれない。ある。わかんない。すごいしっかり。フォワード、そうですね。まあ登録はフォワードなんですけど、あんまり自分のことをまずフォワードと思ったことがないというか、純粋な、まあ、まあ、凌駕とかね、ストライカータイプではないので、いまだに自分の適正ポジションがどこなのかよくわかんないんですけど、ただ、一回こう、2017年に僕、湘南ベルマーレで J2 優勝して昇格した時があったんですけど、その時割と、怪我以外では、ゲームにずっと出てて、ただ、30試合弱で1点しか取れなかったんですよ。しかも優勝が決まった後、なんで、その時は気が気じゃなかったというか、毎試合。結構、プレッシャーでしたね。その時のことがすごい鮮明に覚えてて、そこからなんか、何試合か取れないと、ちょっと不安になったりっていうのは、多少はあるので、A ちゃんの取ることは間違いです。プレッシャーはそれなりには感じてる。感じてる。ただ、大将はもう本当に、自分のやってきたことを信じるしかないし、結果が出なくて自分が調子悪かった時も、まあ、とにかく最低限のことはやるというか、そういうことでカバーできればいいのかなと、で、その中で一番印象に残った、まあ、シュートっていうか、またはあの、まあ、ポストとしてこうアシストとか、なんかそんな記念すべきみたいなのってありますか？僕はすごい、やっぱ今でも結構頭に鮮明に覚えてるのは、プロ初ゴールで亡くなってしまった松田直樹さんがアシストしてくれたゴールだったんですけど、それはずっと頭の中から消えないというか、記念すべきゴールは、記念すべきゴールは、僕ヴェルディに入る前 FC 町田ゼルビアっていうところのチームに行って、その試合でした。僕がヴェルディに移籍してきて、FC 町田ゼルビアと試合やった試合でゴール取ったんで、フルスでゴール。それはやっぱりあの頭ですか、足ですか？右足でした、ね。右足じゃないんだ。ちょんって。頭じゃなかった。ついでに聞きます、ね。そうだな、どれかな。なんすかね。まあやっぱ デビューっていうか初ゴールは嬉しかったですよ、うん。逆に今年は昇格したいんで、うん、昇格決めるようなゴールを取りたい。ねえ、純喜さんまだあの完全燃焼してないですね。そうですね。これからですよね。はい。その
皆さんというのは共通のところがお父さんであるというところがあると思うんですけど、どうですかね、お父さんとして子供さんたちになんかこう、うん、まあ一番注目するのはね、今女子サッカーもあるし、ね、女性が女の子2人、こっちは男の子2人みたいな感じだけど、男の子はサッカーどうですか？サッカー、やっぱ僕自身サッカーやってるので、うん、興味はあるみたいです。なるほど。やりたいっていう、そろそろ、やりたいって言うなら、やらせてあげようかなっていう。あの、そうですよ。なんて言うんですかね。あの、ピアノとかしてほしいな。なるほど、はい。あ、それいいですね。はい、でも、裏方では全力で止めるって言います。どうですか、ジェイキさん。そうですね。まあ、今のところは娘なんですけど、うん、やりたいっていうのはないので、なるほど、まあ、好きなことを、うん、見つけてほしいっていうのは。うんうんうん。僕、サッカー選手で唯一囲碁を打てると思ってるんですけど、まあいないんですよ、打てる人が。食に関していろいろ好きなんですよ。